本日の気合、今年も一年ありがとうございました。東京リベンジャーズ相棒レディオ。皆さんこんばんは。テレビアニメ東京リベンジャーズ花垣武道役新勇気です。皆さんこんばんは。松野千冬役狩野翔です。東京リベンジャーズ相棒レディオ、うむ。この番組は東京リベンジャーズの魅力を相棒である我々二人が余すところなくお伝えしていく番組でございます。イエース、いいね。なんかこう年末っぽい感じのこの小アネでね、はい、年末の、年末の小アネでお届けしますよ。年末っぽい感じのペンペケペケペケペンな感じで、年明けちゃう、年明けちゃう、明けちゃってるよこれね。もう、いい靴寝るとですね、ですね。まさにそうじゃないですか、29日。そうですよ、あともう 2回ぐらい寝たら、2、3回寝たらいいんですよ。もう、肉で金曜日だから筋肉の日じゃん。おー、筋肉、筋肉の日だ。いやパワいいのかな、それ勝手に勝手に言ってていいのかな、人様の逆を。いや本当にいい年になりましたかね。そうだね、素敵な東京リベンジャーズイヤーだったんじゃないかなと。なったんじゃないかなと思う。本当にだっていっぱいあったもんね。イベントもそうだし、コラボとかもそうだし、もちろん放送もあったし、映画もあったし、舞台もあったし、そうです、ミュージカルもあって、もう盛りだくさん、盛りだくさんでしたよ。もうそしてそのね、来年のこともね、いろいろ話したいんだけど、まずはこれじゃない。はい、最終話がね、はい、最終話のね、放送がありましたからね。ありましたね。まあそれはまあ、話すとしてなんですけど、後ほどね、まあ先週ね、黒川イザナ役の、島崎信長さんがゲストに来てくれましたね。いただきましたからね、イザナの話いっぱい聞けてね、たくさんもう企画ぶっ飛ばして、ぶっ飛ばしていきましたからね。信長さんの話でバーンと全部埋まりましたからね、すごいたくさんお話してくださって、もう我々的にもこう、目から鱗な、そうなんですよ、お芝居エピソードというか、もっと精進していかないとなと、さあ、今年ラストのね、本日の気合となりましたけれどもね、しんくんが、言いましたね、今年も1年ありがとうございました、はい、もうまさにもうこれですよ、東京リベンジャーズありがとう、ありがとう、本当に おかげで生きさせていただいております。本当でございます。本当に来年も楽しみだなと、ワクワクが止まりませんよ。そうですよ、来年もきっといろんなことがあるでしょうから、うん、皆さんも一緒についてきてもらえたらなと思っております。来年もよろしくな相棒、よろしくな相棒、よろしくだぜ。よっしゃ、じゃあ始めていきましょう。し、東京リベンジャーズ相棒レディオ、よろしく。この番組はアニメ東京リベンジャーズ制作委員会の提供でお送りします。東京リベンジャーズ相棒レディオ。東京リベンジャーズ相棒レディオ39回目、サンキュー。天竺編最終回の第50話が放送されました。はい、改めて天竺編をご覧いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。なんかちょっと軽く振り返りなど、はい、50話ではついに竹道が妃を追い詰める、ダークヒーローになるつもりだったと語る妃、竹道と妃がいる、対峙している場所、そこは未来でヒナが死んだ場所で、そうなんだ、あそこでっていうことに気がつく。そうなんですよ。キサキも竹道がタイムリープしていることに気づく、キサキ未来でヒナに告白し断られていて、キサキの回想が入ります。小学生の頃にヒナと出会い好きになるが、そこに現れた竹道、日本で一番の不良を目指す竹道をつけ回すキサキ、キサキはマイキーを媒体として10年かけて日本一の不良になるための10年計画を立てていた。すごいよね、これ。キサキの熱量もすごいわけなんですけれどもね、やっちゃいけない、やっていいことでやっちゃいけないことが分かってないんですよ。銃を突きつけて竹道に怒りをあらわにするキサキ、銃を奪い逆にキサキに突きつける竹道、そこへやってくるヒナとマイキー。最初からこうすればよかったの、そうなんですよ、最初からこうすればよかったとか言いつつ、やっぱヒナが来てね、ヒナとの目線を目くばせでやっちゃダメだよというのがね、伝わるわけですね、逃げるキサキ、追いかけるタケミチ、未来へ返すわけにいかないとキサキに言うタケミチ、ここですよ、
俺がタイムリーパーだと思ってんのか。いやここね、ちょっとモノマネ入ってる、ちょっと入れ、ね、俺がタイムリーパーだと思ってんのか。全然似ないからね、ちょっとエッセンス程度にしか入れないですけどね。入れられませんけど。そこで、キサキがトラックに轢かれてしまいます。キサキは死亡してしまいます。結局どうだったのかって、この言い方だとタイムリーパーじゃないんじゃないかななんて思いますけど、それも闇の謎を闇に葬られて、俺は、いやここの森久保さんのお芝居もすごかったんですよね。本当に痛々しくて、そんな決着のつけ方を望んでいたわけじゃなかったんじゃないかななんて思いつつも、ここでちょっとキサキの命が絶たれてしまうわけなんですけど、ね、そのね、壮絶な終わり方だったからね。壮絶な終わり方。関東事変と呼ばれたこの抗争は終わり、死亡者はエマ、イザナ、キサキの3人。なんと各長は生きていて、病院のベッドの上にいる各長に、キサキが死んだあの日から震えが止まらないんだと語る竹道で、天竺編終了でございます。いやもうこれ、このあらすじをこう改めてこう追ってだけは鳥肌立つもん。鳥肌立ちますね。でも改めて天竺編全体を通していかがでしたか、狩野さん。天竺編はね、まあ、我々にとってはさ、つい最近、クリスマス特番もあったわけじゃん。はい、ありましたね。そこでもいろいろ話したけれども、はい、本当にどこを天竺編といえばどのシーンっていうのが、めちゃくちゃ多いなっていうのが、そうですね、全部の回、はい、放送回に見どころがあったから、はい、天竺編といえばって、これ多分いろんなファンの方にこう聞いたら、多分私はここ、俺はここっていうところが、そうですね、それぞれ違うでしょうね。すごいばらけるんじゃないのかなって。それは多分聖夜決戦編、血のハロウィンと比べると、もちろん他の、ところも、ね、いっぱいあったけれども、でも血のハロウィンってなったらやっぱ、バジさんが亡くなるところとか、そうですね、聖夜決戦編ってなると、まあ、マイキー君出てきたりとか、まあ、あとは八海が、ね、気持ちを吐露するところっていうところに、やっぱ絞れてはくると思う。フォーカスが絞れてくると思いますね。天竺編は絞れないよね。絞れないですね。これが天竺編の凄さだったんじゃないのかなって。そうですね、どこを切り取っても天竺編と言えるし、もう見どころ盛りだくさんってところですよね。本当に駆け抜けられて俺らも良かったよね。良かったですね、ここをちゃんとこの、今までの積み重ねがあって、ここまで走り切れるかっていうところのありましたもんね。セリフを言えるかちゃんと俺ら、そうなんですね。そういう戦いがね、特に福西くんとかもね、あったと思うしね。ドラケンのドラケンについてはすごい1年も前から準備してるって言ってましたからね。だからね、それが念願かなってちゃんとそこまで走り切れたというところ、竹道としてもやっぱりキサキとの因縁を決着をつけられ、どんな形にせよつけられたっていうところは、天竺編までに来てようやく決着がついたなっていうところなので、本当にこの先が気になるところではあるんですが、ひとまずの一区切りがついたというところで、壮絶な終わり方ではあったけれども、僕ら的にはね、演者としては達成感のある、達成感のある、そうですね、やりきれたっていうね、思いの詰まった天竺編でしたね。ではここでリスナーの皆さんからいただいたお便りを紹介していきたいと思います。東京卍会一番隊、プチプチをずっとプチプチしてたい子さん、わかるわかる、ありがとうございます。ありがとうございます。新さん、狩野さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。私は今とても困っていることがあります。何ですか？このままでは年を越せないくらい困っています。なんだって？おこがましいとは存じますが、聞いていただけないでしょうか？いいよ。その前に狩野さん、18日はお誕生日おめでとうございました。ありがとう。おめでとう。ありがとう。最高の1年になるよう心から祈っております。頑張る。本題ですが、本題ですか。私はその翌日の地冬の誕生日を祝うために初めてケーキをフルオーダーしてみました。マジ？地冬の好きなものをできるだけ取り入れて満足な出来栄えだったのですが、一つ問題が。何ですか？メインのトッピングの地冬とバジさん型のクッキーがめちゃくちゃ可愛すぎて、どうしても食べる気になれません。なんだって？とりあえず冷凍庫にぶち込んだのですが、このままにしておくわけにもいかず、なんとか早めに食べきりたいです、何度かシミュレーションしてみたのですが、頭から行くか下から行くか考えるだけで手足が震えて一歩踏み出せない状況です。なるほどね。罪深いクッキーを生み出してしまったことが辛いです、どうか私の背中を押す一言をいただけないでしょうか。なるほど。今ね、こう写真をいただすげー、見せてください。マジ？え、ほら、あ、すげー、すげー、めちゃくちゃすげー。焼きそばのね、
もうね、プロじゃん。いいよね言っちゃっても、ペヤングのね、ペヤングさんのね、はい、この焼きそばのこのケーキで、いやこれしかもこのあれじゃん、パズリベの自分とね、パズさんのアジトにいる時のあの布団の乗り合わせになるとね、うん、モーションしてくれるやつの、うわかわいい、これは食べれないよ。食べれないですね。これは食べれない。冷凍庫一生保存ですか。そうですね。まあるいはあの頭から行くか、あの足から行くか、うん、もう一思いに一口。一口ですよね。一口。じゃあその一口で行けっていうのも、うん、もう一言シフとしてよろしくお願いします。うん、分かった。プチプチして太鼓。胸張れよ。大事なのは結果じゃねえ。お前はこれから。大事な一口を作るんだ。人を前に食ってくれ。よし。よし。これでパクッと言ってください。パクッと言ってくれ。一口で言っちゃえばね。一口で行けばもういいですから。もう心残りなくね。大きな口で食べてあげてください。ね、めちゃくちゃ可愛いですね。もうパイロットになるのが夢だったから飛行機もね。ああなるほど。乗っけてくれてる。もういや本当にありがとうございます。もうこのチフユーバースデーの時が、はい、あのちょうどね、あの天竺編のこの最新回のね、はい、放送日だったから、はい、まああの X にもあげたんだけれども、うん、あの今身体検定で。はい、あるじゃん、出てるじゃん、はい、ペヤングさんとコラボのあれをどうしようか迷って、はい、食べようかどうしようか迷って、せっかくだから見ながら食べたいな、今日誕生日だしなと思って迷った挙句、うん、食べました。あ、食べましたか。うまかった。そうですよ ね、 ね、 うまいですよね。深夜12時に食べるペヤングは最高ですよ。うま、最高だ、そりゃうめえうめえ、そりゃ最高だぜ。最高でございました。しかも相まって、そうなの。でもね、また壮絶な回だったからね、はい、あのちょっとだけ焼きそばがねしょっぱくなりました。しょっぱくなってしまいました。ありがとうございました。皆さんお便りありがとうございました。ありがとうございます。相棒レディオでは皆さんからのお便りをお待ちしています。東京リベンジャーズに関することやアニメやラジオの感想、他に何でも OK です。曲のリクエストも送ってきてください。さあここで1曲、テレビアニメ東京リベンジャーズ EP05 より木崎哲太 CV 森久保祥太郎で Distorted Love。お届けしたのは木崎哲太で Distorted Love でした。東京リベンジャーズ相棒レディオ。さてここからはコーナーをやっていきましょう。まずはこちら、まるまるヒーロー。私シンが演じています花垣武道といえば、今あのバニラエッセンスだとしたらドバドバ入れたよね。ドバドバ入っちゃいましたね今ね。あの森久保さんエッセンスドバドバ入れたよね。ドバドバ入っちゃいましたね。大体普通のスイーツ作るのね3滴ぐらいでいいから、ちょっと持ってかれちゃった。今ね20滴ぐらいいったよね。今ね入っちゃった。結構入れた。入っちゃいましたね。入ってたね。持ってかれました今。花垣武道といえば泣き虫ヒーローでございます。そこでこのコーナーではリスナーの皆さんが考えた〇〇ヒーローを募集紹介していくコーナーです。いやそっか、久しぶりか。久しぶりですね。キサキのようなダークヒーローになりたいと思っている人はいるのでしょう か。それでは皆さんが考えたヒーローを紹介していきます。えよ、東京卍會一番隊、基本
骨までしゃぶる岡ちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。私の家族はラッキーヒーローです。あー、ラッキーヒーロー。私はツイッターの応募キャンペーンで2つも当て、うん、母は一番くじで何回も1等を当てました。すごい。私は現在就活中なのですが、はい、この持ち合わせたラッキーでいい会社に内定をもらえたらいいなと思っております。いや、いけるよ。ラッキー、やっぱラッキーな人ってやっぱね、うん、もう生まれた時からラッキーだから。そうなんです。持ってる人は本当に持ってるんですよね。ユウさんもしっかりですけど、ね、引き寄せる力が、ね、強い方ってやっぱりいますからね。何なんでしょう ね本当にあやかりたい。あやかりたいですよ、うん、まあ、それがね、その方の近くにいる、うん、だけでもこのパワーもらえたりとかね、ね、する人もいるみたいですから。そうですね、家族総出でお母様も ね一番くじで何回も一等を当てて、まあ、きっと通り部とかもやってくださってるのかな。やってくださってると思いますよ、うん、きっと。ツイッターの応募キャンペーンで2つ。ツイッターの応募キャンペーンなんて、まあ、今 X ですけど、当たるんですね。当たるんだね。当たんないんだと、ほぼ当たらないと思ってましたから、いや、すごい。これはもう最高にラッキーヒーローですね。いい内定もらえたらと思います。祈っております。祈っております。はい、じゃ続きまして、東京卍会一番隊のぞみさんよりいただきました。ありがとう。ありがとう。私がいてほしい、もしくはいるのではと思うのは誰になっちゃってタイムヒーローです。タイムヒーロー。タイムヒーロー、はい、先日仕事だんだんごめんなさい、相川さんになってる。小違い、先日仕事でレジ業務をしていた際に、はい、ぱったりとお客さんの波が落ち着いてやけに時間が長く感じることがありました。うんうん、逆に友人と遊ぶ時間、イベントに参加している時間などはどれだけ長くてもあっという間に感じるので、うん、タイムヒーローがもしいるなら逆に力が働いてくれたらいいのになと思う今日この頃です。あ、そうですね、楽しい時間はあっという間に過ぎてしまいますからね。ね、さあ、俺もそのね、新人の時とかはさ、はい、まあ、まだ今マインド新人のままのつもりなんだけど、はい、バイトしてたからさ、うんうんうん、アルバイトしてる時の時間って超長くない？長いっす、うん、めちゃめちゃ長いっす。忙しい時はまあいいのよ。そうですね、暇なタイミングとかさ。忙しい時もこんだけやってまだこれしか経ってないの、ね、っていうのありますよ ね。でもできるだけ時計見ないようにしたいとかね。あー、なるほど。時計見たら負けだみたいな感じで。わかります。ね、でもこらえきれず見たら、まだ30分しか経ってないみたいな。全然経ってない。もう3時間ぐらい経った気持ちいいんだけどみたいなあるあるです ね。いや、このタイムヒーローいてほしいな。いてほしいな。そう、だからね、不思議に思うのよ、うん、時間ってさ、はい、っていう概念って概念、これなんかまだちゃんとこのなんか証明というかなんかされてないんだよね。時っていうのって時、うんうん、こういうものだっていうのがちゃんと待って、はい、なんかまあ一応あると思うんだけど、学術的にはあると思うんだけれども、はい、こういうなんかこういう決まりでっていうのはね、多分はっきりとしたのはね出てないらしいのよ。あ、そうなんですね。ね、それってこの忙しい時は早く感じるとか楽しい時は早く感じるけれども、暇な時はすげえ長く感じたいとかって、はい、これ人によって時の1分の流れって違うんじゃねえかって俺はバイトした時に思っていて、はい、これを操れたら俺は、うん、苦しい5時間、はい、6時間シフトとかを、はい、これを体感30分で終わらせられるんじゃないかっていうので、はい、精神を統一し、己をね、はい、この時の感じ方をね、こう早めるための修行をしようと思ったの。すごい。そう、自分でコントロールしてみようと思った。コントロールしてみようと思ったの。すごい。そう、ダメでした。いや、そうですよねダメでしたね。それが時というものですよね。ダメなんですよね。そう、ダメでしたね、うん、時ってのはね、こぼれていくものなんだよね。かっこいい。そう、うん、取り返しもつかないしね。そうなんですよね。タイムリープできないからこそ東京リベンジャーズは売れたんです。そうなんだよねあの時の悔しさを晴らしたいけれども晴らせないから。そうなんです。だからタイムリープ作品ってのはこんなにも熱いんですよ。そうなんですよ。切ない、熱くて切ない、一番熱くて一番切ないタイムリープ物語、それが東京リベンジャーズ。わー、いいね。この帯になってるやつ、そのままポーズいったりいやー、時っていうのはまた難儀なものだな。難儀ですね、タイムヒーロー俺も欲しいぜ。欲しいです。はい、今回はここまでです。このコーナーではリスナーの皆さんが考えてくれた〇〇ヒーローをお待ちしております。以上、〇〇ヒーローでした。東京リベンジャーズ相棒レディオ、続いてはこのコーナー、横浜の情報まとめ。
さあ天竺といえば、はいはいはい、横浜を拠点とするチームです。そうですね。このコーナーではリスナーの皆さんから横浜に関する情報を募集紹介していくコーナーです。はい、横浜の情報なら何でも OK です。何でもいいの？はい、そうなんですよ。もう全然知らないよという方もいたらイメージとかでも大丈夫です。イメージやってみたいこととかでも、うん、中華街みたいなね。そうでも大丈夫ですよ。アドマチック天竺です。アドマチック天竺です、はい、ということで早速紹介します。はい、一番隊の癒し担当、お庭番ブルームーンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。青い月、直訳今回のおすすめスポットはバラの町横浜の美しいバラ園がある公園です。それは有名な山下公園と港の見える丘公園、うん、ご存知の通り無料で誰でも入ることができる公園でありながら、うん、よく手入れされたたくさんのバラをゆったりと楽しむことができるのです。バラ。山下公園は港に係留された氷川丸の前に広がる未来のバラ園が見どころです。未来の船をバックに咲き誇るバラと一緒に撮る写真は最高に映えると思います。港の見える丘公園のバラの見どころはいっぱいあるのですが、うん、私はイングリッシュローズの庭を推します、うん、たくさんのイングリッシュローズと草花が一緒に植えられ、写真もさることながらスケッチブックに書き留めたくなるような風情のある庭となっています。うん、秋バラは今が見ごろ。あ、そうなんですね。香りも色も深くて味わいがあるので、横浜に行ったらぜひ足を運んでみてくださいとのことです。ありがとうございます、はい、読んでいただいて、咲き誇る読み方で、咲き誇る読み方で、バラ園だそうですね。秋バラっていうのがあるんですか？そうですね。へえ。もう終わってるか。終わってる、うん、あ、そうですね、送ってきた時期的に、ね、時期的にあれです、ね、季節ごとにやっぱバラも見え方が変わってきたりするんですかね。どうなんだろうね、うん、あんまりバラに注目して生きてこなかったかもしれない、うんね、時あるんでしょみたいな、うん、あー、すごい綺麗ですね。あー、この氷川丸をね、バックに、あー、いいですね。船とバラってなんか おしゃれですね。おしゃれだよね、なんかすごい横浜の街とバラってめちゃめちゃ相性いいね。確かに、なんか横浜感がすごいですね、うんうん、あー、なんか黄色いんだ。イングリッシュガーデンみたいな感じだ、うん、これは黄色がメインでね。綺麗ですね。なんかすごい咲き誇ってるタイミングでね、行ってみたいですね。行ってみたいですね。やっぱ見てみたいですね。あ、横浜すごいな、はい、ということで、今回の横浜の情報はここまででございます。あら、そうでした。このコーナーではリスナーの皆さんから横浜に関する情報をお待ちしています。ありがとうございます。以上、横浜の情報を求むでした。東京リベンジャーズ相棒レディオ。お送りしてきました東京リベンジャーズ相棒レディオ、エンディングのお時間です。ここでお知らせです。まずは配信情報です。テレビアニメ東京リベンジャーズ天竺編はディズニープラスにて見放題独占配信中です。皆さんぜひご覧ください。続いてブルーレイ &DVD 情報です。テレビアニメ東京リベンジャーズ天竺編ブルーレイ &DVD が全3巻で発売となります。第1巻は2024年1月17日水曜日発売。こちらオリジナルラジオ CD、 デジパック&サンポーセケースが封入。さらにノンクレジットオープニング&エンディング、アニメ化解禁3周年&結成記念、渋谷フェスティバル昼の部ダイジェスト映像が特典となります。ぜひチェックしてください。続いて音楽情報です。天竺編オープニング主題歌オフィシャルヒゲダンディズムのホワイトノイズ、エンディング主題歌ヘイスミスのセイマイネームが配信中です。さらにアニメ公式 YouTube ではオープニングエンディングノンクレジット映像を公開中。ぜひアニメと合わせてお聴きください。そしてキャラクターイメージソング CD、 テレビアニメ東京リベンジャーズ EP05 が発売&配信中です。黒川イザナ、各長、木崎哲太、半間修司の4人の楽曲です。こちらもチェックお忘れなく。さらにテレビアニメ東京リベンジャーズ聖夜決戦編天竺編オリジナルサウンドトラックが発売&配信中です。聖夜決戦編天竺編の劇版音楽をまとめた究極の1枚です。ぜひお聴きください。続いて原作情報です。東京リベンジャーズは最終巻となる第31巻まで発売中です。さらに本編をフルカラー化した極彩色東京リベンジャーズブリリアントフルカラーエディションが毎月刊行されています。現在24巻まで発売中、25巻26巻は2024年1月17日に発売となります。こちらもチェックしてください。続いて SNS 情報です。
テレビアニメ東京リベンジャーズの公式 TikTok が開設されています。ここでしか見られない動画など公開していきますので、フォローお願いします。さらに漫画東京リベンジャーズの大規模展覧会、書き下ろし新体験展最後の世界戦が現在開催中です。3月からは大阪での開催も決定。詳細は公式サイトや X 公式アカウントをぜひご確認ください。続きましてコラボ情報です。来春お台場に開業する完全没入体験テーマパークイマーシブフォート東京に、脱出型イマーシブシアター東京リベンジャーズイマーシブエスケープの導入が決定。詳細は施設公式ホームページをチェックしてください。続きましてパズリベ情報です。スマートフォン向けパズルゲームアプリパズリベ全国制覇への道では、現在イベント決戦波乱の羽根付き大会5番大編を開催中です。イベントにサンズ・ハルチオと武藤康弘が初登場。現在実施中のガチャでは初詣佐野万次郎に出会うことができるほか、竹道もイベントに登場。イベントは1月12日まで。年末年始はぜひパズリベをプレイしてくださいね。ということで、ご紹介したすべての情報の詳細は公式サイトまたは公式 X などをご確認ください。そして相棒レディオですが、超 A&G プラスでは毎週日曜日26時より放送中です。さらに YouTube のテレビアニメ東京リベンジャーズチャンネルでも毎週月曜日19時より配信中です。しかもテレビアニメ東京リベンジャーズチャンネルの方では YouTube だけでしか聞けない限定パートも配信しています。チェックしてみてください。番組ではリスナーの皆さんからお便りをお待ちしています。東京リベンジャーズに関することやアニメの感想、我々のメッセージ、そして番組コーナーまでお便りを送ってきてください。曲のリクエストもお待ちしています。お便りの宛先ですが、メールの場合東京リベンジャーズアットマーク joqr.net、 東京リベンジャーズアットマーク joqr.net。 おはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送東京リベンジャーズ相棒レディオ宛てまで。はい、ということで、もう年末年末ですね。もう今年の2023年最後の放送となりましたね。本当に今年1年ありがとうございました。ありがとうございました。相棒レディオたくさん聞いてくださって、お便りもいっぱい ね送ってきてくださって、まだね全然読めてないものもいっぱいあるとは思うんですけれども、引き続きこれに懲りずたくさん送っていただいて読ませさせてください。いつもすっごいたくさん届いてるんですよ。そうなんですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。また来年もよろしくお願いいたします。というわけで東京リベンジャーズ相棒レディオはここまで。お相手は花垣武道役新勇気と松野千冬役狩野翔でした。それじゃあお疲れ様でした。良いお年を。この番組は東京リベンジャーズパズリベ全国制覇への道の提供でお送りしました。東京リベンジャーズ相棒レディオ YouTube 限定パート。というわけでここからはテレビアニメ東京リベンジャーズチャンネルのみで聞くことができる限定パートでございます。改めまして花垣武道役新勇気です。松野千冬役狩野翔です。この限定パートでは相棒レディオの反省会をしたり、ここだけのコーナーをやっております。明けましておめでとうございま す。になるらしいです ね。ちょうどだってもう1月1日にこの YouTube ではね、もうラジオ本編では年末ですけども、ね、この YouTube ではもう年が越してるということで、まあというのは YouTube で見たらこの本編からこのねこの特典特典おまけおまけこう聞いたらその間に年明けてるっていう、そういうことですよ。すごいですよ。時操ってますよ。お、時操ってる。時を操っております。タイムヒーローだ。タイムヒーローでタイムヒーローだね。あれ今待って結構エッセンス入れたね。結構エッセンス入れました。結構入れたね今ね。入れました入れました。ドバドバ言ったね。ドバドバ入れました。入れてみました。反省します本当にすみません。本年もよろしく。なんか相川翔さんになっちゃうんですよね。なんか本年もよろしく。本年もよろしく。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 相川。やっぱ翔さんだ。翔さんでしょ。翔さんになっちゃいますね。さあもう翔違いですね。ないですね。もう本編の方は
終わり終了しました。そうですね、終わりましたね。50話キサキが死んでしまうという状況、本当に続きが気になる。気になりますよ。 気になりますね。なのでね、まあ、引き続きね、ディズニープラスチャンネルの方ではですね、そうですね、配信もやっておりますので、たくさん見ていただいて、また1話から50話まで、で1月にはブルーレイ DVD 第1巻が発売されます。出ますからね、ぜひ何度もね、購入していただいて 見返していただけたらと思います。それではここからは限定パートのみのコーナーをやっていきましょう。はい、俺たちは相棒だ。そうだよ、そうだよ、タケミチとチフユといえばずっと相棒だよ、うん、そんな相棒ならばね、お互いが何を考えているのかね、分かって当然なわけですよ。まあね、というわけでこのコーナーではリスナーの皆さんからお題をいただきまして、どちらかがそのお題に事前に回答をし、もう一人がどう答えたのかを予想して当てるコーナーとなっています。ちょろいね、ちょろいですよ、ちょろいね。今週は狩野さんに僕の回答を当ててもらいましょう。おお、狩野さん、まあね、新年一発目、一発目ですから、当てておきましょう。そうですね、2024年、はい、4年のこの輝かしいスタートのために、そうですよ、いきますよ。はい、東京卍会一番隊スズランさんよりいただきました。ありがとう。ありがとう。年越しの瞬間の過ごし方といえば、ドゥンテ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 ン、さあ年越しの瞬間の過ごし方です。そうですよ、年越しの瞬間、ね、年越しの瞬間、ね、の瞬間、シンクのね、こう今までのこの、はい、あ今までから僕の人格からね、推察していただけたらわかるんじゃないですか。渋谷でパーリない、すると思うか、とはクラブでね、ね、する。さあ、ミー、ハッピーニューイエー、あげあげあげ、やり慣れないことはするもんじゃないああ、シンくんがマジでやりそうなんでしょ。そうですよ。なるほどね。はい。オッケー。オッケー。これですよ。カレオさん、じゃあ。間違いない。間違いない。間違いない。それ誰？間違いないよこれ。相川翔が。相川翔。ああ、そうか。相川翔さんやってるのか。相川翔ですよ。じゃあ相川翔さん、はい、僕の回答の予想をお願いします。これだな。どれだな。年越しそばならぬ家系ラーメンを食ったらチェケラ。僕の回答は、YouTube を見て。そば食う。惜しいな。家系ラーメンじゃねえのかよ。年越しはそば食いますよ。何言ってんすか。年越しそば食いますよ。あんだけラーメン聞く、ラーメン好き、ラーメン好き。ラーメン好きですよ。うん、だってでも年末はやっぱ外に出るってよりはお家でね、おそばを食べるんですよ。うん、そうですよ。全然クラブでパーリないじゃないの。全然しない。クラブでパーリないなんてありましたね。クラブでね。そんな過ごし方あったんだって気づきましたけど。ね、年越しそばで乾杯するんでしょ。年越しそばで乾杯するのかな、ね、クラブの人たちは、うん、偏見だろう。カレオさんはちなみに何して過ごすんですか。俺何してるかな、多分ジャンプするんでしょ。ジャンパーしてると思う。ジャンパーしてる。イエーイ、地球にいなかったっつって。おお、今違う。それ昔やった、それはやったな。やりますよね。ね、もう酒飲んでる。まあそうですよね。うん、年越しそばはね、食べません。その前に食べちゃってるね。晩ご飯でそば食ったりとか。ああ、まあなるほど。まあでも年越しの瞬間だから、ね、晩ご飯は晩ご飯で食べて、うん、意外と本当年越しの瞬間直前に、うん。もう一そば行く感じですね、うん、で多分ね、うん、毎年その実家帰ってるから、はい、実家でもう親と酒飲みながら、あー、なるほど、明けましておめでとうっつって、うんうん、ずっと飲んでる。その頃にはだいたい夕方ぐらいに家着くんだけど、はい、一升瓶持っていくの、はい、一升瓶持ってって、はい、でも家着いてからすぐ親父と二人飲み始めるの、はい、日本酒をね、はい、で年明ける頃にはないの。早い。ない、早いの。これが例年のいいですね、いい年越しですね。これが例年のあれ、家族水いらずで、そう、素晴らしいですね。過ごしておりますね。皆さんもね、元気に過ごしてくださったんじゃないかなと思います。はい、ということでこのコーナーでは皆さんから我々へのお題をお待ちしております。んお便りの宛先は相棒レディオと同じです。概要欄にも記載してありますのでチェックしてください。そして皆さ ん2024年も、はい、この限定パートもよろしくお願いします。それではここまでのお相手は花垣武道役新勇気と松野千冬役狩野翔でした。